んでね、はい、ちょっとそういう感じにしてみましたね。はい、皆さんも文化祭気分で今日の公演楽しんで行ってくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番なんて言うんだろう良き商品を生み出したのは誰だ。出し物対決イエーイ。はい、ということで今回の、はい、コーナーの説明をさせていただきますと、文化祭ってなんかクラスごととかに、まあ、なんか焼きそば売りましょうとか、まあ、こんなもの売りましょうみたいなやるじゃないですか、はい、それを私たち個人で、2つずつ商品を考えてきました。でそれを皆さんにプレゼント、プレゼントじゃないプレゼントするんですけど、プレゼンをします。例えばまあこの何々はここが良くてですねみたいなアピールをします。これ作れました。すごい、はい、すごい女子力。ちょっとまだまだわかんない、まだわかんない、自分の顔なんですけど、なんかつけたら可愛いかなって。それもじゃあいっぱい作るということです ね。そう、本当はメンバー全員作りたかったんだけど、私にはそれやったらちょっと優秀になっちゃうからやめます、はい、それぐらいで、まあ、また機会があったら作りますね、はい、これ作りました、はい、私は。はい、なんかそれのアピールポイントないんですか。アピールポイント持ってると、でもちゃんとハピハピの指つけてるんですよ。あ、すごい、ピースとめっちゃすごいんだけど、ちゃんとちゃんとやってるのが私的に頑張ったところで、一番の欠点が欠点、頑張ったところ頑張ったところじゃなくて商品のいいところを言うんだよ。いいところ、うん、持ってて可愛い。あ、そういうこと、そういうこと、いいですね。オッケー、でもすごいと、ね、クオリティは高いんだけど、すごい、これでもちょっと難点があってつけるとあんま言いにくいんですけど、このキャリナの面実はつけると違う、そうじゃないんだ、面白いんだ、ちょっと目のところがちょっと長細くなっちゃって、聞こえてない聞こえてないちょっと長細くなっちゃって、はい、なんか何かわかんないみたいなこれやばくないですか。でも当たった人によってはもしかしたらヒットするかもしれない。顔がでっかい人は綺麗に見えます。ヒットしてたら顔でかいってことになっちゃうから、ちょっと、はい、どうですか、ちょっと、はい、これちょっと一人で笑ってて、夜中に、はい、泣きながら笑ってて、悲しすぎて失敗したと思って、途中までいい感じに行ったのに、最後つけたらこんなんかよって思って、はい、っていう泣きの一品なんですけど、まあ飾るにはいいと思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい、制服を着て一人でプリクラ撮ってきたんですよ。そう、ピンプリは恥ずかしいよね、うん、でな、ついてる、これサイン付きの、表がサインついてて、裏中に開くと中もあんの、私のプリクラとメッセージが、え、見えない、え、すごい、すごい、すごい、なんか欲しい、これすごい、かわいい、鏡が嬉しい、なんか LINE みたいでかわいい、そう、すごい LINE だ。でもなんか鏡のとこに貼ったらちょっと見にくいやん。あ、鏡、うん、自分の顔見るたびに私の顔も見れちゃうよっていう。あー、てれる、ガチ恋ならでは、ガチ恋ならでは、すごいやん、すごいやん。この裏は今日来てくれた人だけが見れるメッセージです。おー、いいですね、大好きだよね。秘密大好き。秘密で、もう一つも実用性を重視して、何これ、小物入れなんですけど、すごい可愛いな、なんか男性使える、それ大丈夫、なんか家とかにあったなんか女の子来たのみたいな言われない、大丈夫か、勘違いされちゃうけど、うん、でも結構実用性は良くて、ちゃんとここ鍵がついてて、ここをパカッて開けると、すごい、すごい、うん、開けるとまず頑張ってるこの中にも飾り付けと私のプリクラが、プリクラめっちゃ使めっちゃ主張してくる、すごい入ってて、でこのここに見えてるこの青いのが、うん、今日来てくれた人だけの、このプレゼントをもらった人だけのメッセージというか、私からのラブレターが入ってます。そういうのばっかりやなんか秘密のフリーガチ恋だから、今日フリーガチ恋だから、ね、ないのに、あ、まあ、ミサンガです。これはいいよね、すごい、これはいいよね、しそうめっちゃ反応いい、これは、うん、買ったとかじゃなくてちゃんと自分で編んで作ったんですけど、うん、私が編みました。なんですけど、まあ、女の子にも男の子にも当たっていいように、うん、金色、ピンク、水色の可愛い系と、水色、黄色、白の、まあ、ちょっと誰でもつけれそうな、うん、でちょっと長さも結構長めにしといたんで、誰でも、あ、太い人でもいいってことですねさっきからそういうことやってくれるそうです、これは、特に私が編んだってだけなんですけども、やっぱりなんかミサンガとかは嬉しいかなと思って、
ね、2本あるのでもしよかったらなんかまあ、あのなんて言うんですか、なんて言うのかな、もらったらその1本ちょ共有して、君との赤い人だよっていうのはまあまあそんな感じで楽しんでいただければいいなと思って伝えました。何何何も言ってない、何て言った今、何も言ってない、教えてほしい、何て言った今、今言ってねえよ、臭いって言いました。なんかちょっと活動期間が長くなったから最近そ最近レミタンもリナちゃんもちょっとそういうとこあるよね。いやだってこの間なんか千春になんかババアじゃないですかそれみたいな言っててレミタン言いましたね、結構ジジイです。あ、ジジイそっちの方がひどいわ。まあそんな感じで、まあちょっと臭いですけど、あの皆さんが作りましたのでよろしくお願いします。答えは絶対あるから、あ
近藤美香はハッピー&ハッピーの兼任活動期間を10月いっぱいで終了することになりました。はい、兼任が始まって、兼任期間はもともと期間限定ということで兼任をやらせてもらってるんですけども、自分自身のこととか、ま、メンバーチームのこといろいろ考えて梅村さんや朝木さんとも相談した結果決断したことです。はい、兼任が始まってからは本当にいろんなことがあって、兼任が始まる前もハッピーハウスがあったりとか、千春園と初めて遠征をしたりとか、本当にいろんなハッピーハッピーとしての思い出が本当に濃くって、ハッピーハウスなんかは特に2人もデビューの日だし、88人なんか本当に集まるかなとか、そういう気分になったことも本当に滅多になかったので、集まった瞬間は本当に嬉しかったですし、本当にいいライブだったって今でも自信を持って言えるようなライブをできたなって思ってますし、兼任が始まってからは大きく言うと、まあ、アイドル祭りとゼップ名古屋なんですけど、なんかアイドル祭りに出るっていうのはブログにも書いたんですけど本当に夢で、なんか朝木さんが構成して振り付けしたもので私たちが戦うっていうのをハピハピが決まった時からずっとやりたいって思ってたので、出場できたことは嬉しかったし、みんなのおかげでウェブ投票も1位とかで通過したりとか、本番はまだまだ私たちの課題が見つかって本当に出てよかったって思ってたし、ゼップ名古屋もみんなで君だけの私をカバーさせていただいて、もう本当にすごいなんか思い出がたくさんあるんですけど、兼任をしてたくさんいろんなことを本当に学ばせていただきました。なんか妹ユニットの環境と選抜メンバーの環境とか、本当になんか大きな違いはないけれど些細なことが違ったりとか、そこを妹ユニットのみんなに伝えたり先輩たちに伝えたり、本当に私がやりたかった兼任の活動をさせていただくことができました。でもそれは本当にファンのみんなが最初は結構不安っていうか、兼任に対してのみんなの思いがあって不安って言われたり、なんかできないんじゃないかって言われたり心配してくださる方がたくさんいたんですけど、もうちょっと活動したらみんながミーコならできるってたくさん言ってくれて、そういう言葉に助けられたところもたくさんありましたし、何よりもメンバーの理解があったからレッスンが出れなかったりとかする日もあったし、そういうのもメンバーや朝木さんの理解があったからこそできた兼任の活動だと思います。兼任なんだろうな、短いって思う方ももしかしたらいるかもしれないし、もっとやってほしいって思う方もいるかもしれないし、いろんなことをみんなの中で今思ってるかもしれないですが、本当に自分自身はやりきってチームの新しくなるハピハピのことを考えていくと、そうですね、うまく言葉が出ないんですけども、本当に10月いっぱいで決断したのは合ってるかなっては自分の中では思ってるんで、これからのハピハピでももちろんハッピーハウスとかもあると思うんで、絶対に裏の方でみんなのことを支えていけたらなと思っているし、兼任が終わってもハッピー&ハッピーのメンバーであったことは変わりないので、ハッピーハッピーを大きくするために力になれることはもう全部注ぎたいなって思ってるので、はい、なので10月いっぱい終わる時が一番大事だなって思って、みんなに何かを残してハッピー&ハッピーの活動を終えたいと思いますので、これからもハッピー&ハッピーと近藤美香の応援よろしくお願いします。負けないで夢が叶うまで、暗い空に星が輝くように、心のままで応えてよ、君よ君らしくあれ、応えたら焦らなくていい、今は胸の歩幅を合わせて
一日ハッピーでしたか？ハッピー、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。以上ハッピー&ハッピーでした。